はい、どうもこんにちは、クレイです。プロスピースやっていきましょう。というわけで今回はこちら、はい、ということでついにやってまいりました。こちら2017年プロスピセレクション第2弾ということで、7月にね来たプロスピセレクション第1弾に続き、プロスピセレクションの第2弾が新登場となりました。ということでラインナップから見ていきましょう。さあ、僕もねずっと予想シリーズやってましたけれども、どれぐらい当たったのか見ていきましょう。はい、まず日ハム近藤、これはちょっと本当に想定外すぎました。確かに前半戦大活躍でした。ただ、さすがに怪我してる状態で出ると思わなかったな。はい、ですが日ハムファンの方からしたらこれは歓喜でしょう。ミート A85 になった近藤、めちゃくちゃ強くなってますね。次で、ソフトバンク戦が、これは予想が当たりましたね。はい、9位 A84、 まあ東浜かなとも思ってましたが、これストレート A になったのは今回からですかね。抑えも D になってるのかな。線が強いな。線がもうちょっと、まあ、一応 A5 枚持ってる身としてはちょっと欲しくなってしまっている。そしてロッテがパラです。はい、パラですはちょっと能力渋いな。はい、まあそんなところでございます。鈴木大地かなと思ってましたけれどもね、今年はパラツでした。で次、菊池雄星、これは予想通りですね。はい、9位 A81、 かなり強くなってますと。他も、あ、でも他はさすがにちょっと A には乗れないのか。称号で A に持っていけるかなと思いましたけれども、9位 A81 のみですかね。ただでもこれだいぶ強くなりましたね。はい、球種も良くなったのかな。はい、次、楽天がペゲーロですね。ペゲーロ弾道、もともと高弾道でしたっけ。ラインドライブだったような気がするな、もしかしたら。わかんないけど、まあミート75、パワー81になりました。これも多分強化されましたね。はい、まあそのところでございます。さあ次、オリックス金子千尋、こちらもまあ予想が当たりましたね。はい、スタミナ82、これは多分今の S ランクのプラスアルファぐらいの感じの能力ですね。変化球も安定の数の多さということで、まあこれは超変幻自在要因には欠かせないですね。やっぱ12球団オーダーでやってる方だと、なかなかオリックス枠結構困る枠の一つだと思うんですけど、金子千尋はかなりねオリックス枠でも有能選手の一人なので、金子千尋狙いたい方多いんじゃないでしょうか。さあ次、広島が丸でしたね。こちらもまあ予想に挙げてた選手の一人でした。セイヤか丸かどっちかかなっていう感じだったんですが、丸が来ましたね。でミート80のパワー79と、これミートパワー同値狙えますね。はい、センター B か、まあまあまあ。はい、で巨人がマギーでした、まさかの。はい、これ個人的には坂本一択だと思ってたんですけどね、マギーが来ました。ただ守備位置はサードがメインになってますね。サードがメインのマギーはもしかしたらこれが最後になる可能性がありますね。はい、で DeNA がロペスでした。まあロペスの可能性もなくはないとは思ってましたが、どちらかというとやっぱり宮崎かなとも思ってましたが、ロペスが来ましたね。はい、ただロペスこれサード C なんだな、ここ下がってるかなと思いましたけどね。むしろまあ E で入ってればいいかなぐらいな、どちらかというともう守備適性外されててもおかしくないぐらいサードはやってないんで、はい、まあそんな感じでロペスが来ましたと。で阪神がメッセンジャーでしたね。9位も A が狙えます、 A 級も B が狙えます。でスタミナが87と、87ってすごい数値ですよね。変化球でも一番いい時に比べたら減ってるのかな。はい、個人的に阪神は桑原秋山あたりを予想してたんですが、メッセンジャーが来ましたね。でヤクルトが小川でした。はい、まあバレンティンかな、まあ、山田はあれどちらかというと予想というよりかは、まあ、復活を期待してっていう意味で、まあ、個人的にね、乗せたかったんで乗せただけなんですけれども、ヤクルトはライアン小川が来ましたね。まあオールスター唯一の選出だったんで、これも妥当といえば妥当なのかなと思います。写真かっこいいですよね。で多分中継ぎがこれ A になってますね。これは多分改良されてます。はい、で最後中日がバルデスでしたという感じですね。こちらも9位スタミナ同値が狙えて、スタミナに関しては A が狙えます。はい、ただ球種がちょっと少ないのが痛いですね。まあそんなところでございました。じゃあ今回は早速とりあえずまず30連いきましょう。前回の30連までの時は則本選手を多分引いてますね、楽天の則本選手。はい、というところで今回はもう一番はやっぱりロペスです。はい、 DeNA 目指していく上でやっぱりロペスは必要。はい、まあ一応2500の選手は持ってるんで、まあそこはそこまで深追いするとは思わないんですけれども、まあでも他で欲しい選手で言ったら、まあ千賀、あとは菊池雄星もまあ A 結構持ってるんで欲しいかな。まあペゲーロもいいし、金子千尋も2500持ってますね。あと2500で持ってる選手だったらだいぶ嬉しいかな。まあライアン小川も持ってますしね。はい、まあそんなところでございます。じゃあ今回はとりあえず30円一気に引いていきたいと思います。いきましょう。さあ、まあ今回この30連を楽しみに待ってた人も多いんじゃないでしょうか。第1弾のメンツ的に第2弾まで待つという方もいらっしゃいましたので、ぜひちょっと今回聞く方はねコメントで結果をね教えていただければ嬉しいです。いきましょう。まず10連目、前回の30連は途中でめちゃめちゃ出たんで、セレクションは出なかったけど S はめちゃめちゃ出たんですが、今回はちょっと渋いかな。
バチリはしなかった。多分前回60連 S6 枚ぐらい引いてますよね多分。 A ランク大野上、はい、でラストかな。はい、シュンタ、まあ A ランク2枚出るだけでもいいでしょう。 OK、 まあなかなかね今選手の数も増えてきてますから、 A ランクもね限界突破できる選手とか持久打の選手がなかなか狙い撃つのは難しいと思うんで、まあそんなもんでしょう。はい、20連目いきます。 A ランク以上の選手1人確定、ここも一緒ですね。お願いします。確定分以外でセレクション引きたい。ちょっと今回の30連というかこの90連まで確定がね前回と同じくありますが、どこまで回すかはちょっとわからないですね。このメンツだと正直もうちょっとね坂本とか入ってると個人的には嬉しかったですが微妙かな。1枚目から A ランク、1枚目から来るってなかなかないですよ。西川よく当たるな、西川よく当たるな、立岡2連チャン。いやー今回は渋いかな。でラストかな。はい、2連チャンの A ランク2枚、どの上直道と。渋いっすねーここまで。まあまあ A ランク2枚出てるだけいいと言うべきなのだろうか。はい、じゃあ30連目いきましょう。確定部分あっさりでしたねここまで。見どころがなかったですが、ちょっとどうにかさっき挙げた選手引きたいですね。もう1番はロペス、もう間違いなく1番ロペスいきます。お願いします。さあ頼む、お願いします。雷見たい。最近ほんと雷見てないですよね。僕の動画で多分雷動画が、雷動画っていうか雷演出しばらく出てないと思います。青い炎のボールも多分出てないです。あー A か、岡島、大谷翔平、確定分かな。9、はい、ということで確定分ですね。お願いします、ロペスが欲しいマジで、頼む、いきましょう。確定分来い、パワーでーす。いやーでもちょっと使いどころ難しいかな、まあ、ちょっと使いどころ難しいですけれども、まあ、でもロッテ枠を考えた時に角中選手がちょっと厳しくなってくる可能性があるんですよね。今2400の角中選手持ってるんですけど、ロッテがねどうもそのなんだろう、角中選手の今成績的にシリーズ2で能力多分落ちますし、まあ、ミーと A に乗るのも多分難しいでしょうというところで、まあでもパーデス選手を使うかどうか分かりませんが、まあ、A ランクが当たれば使う可能性はなきにしもあらずというところぐらいですかね。ただまあでもパリーグだとな、パリーグだとちょっと正直どの選手でも今のところあんまり、まあ千賀とか速攻極められる選手ならまた別なんですけど、まあちょっとパラディスは使いどころ難しいかな。はい、まあでも A ランク5枚プラス S ランク1枚だったら30連としてはいい結果だったんじゃないかなと思います。はい、まあこうなったら60連目いくかもしれないですね。まあちょっとその先はわからないですけども、ちょっといろいろ状況を見て考えたいと思います。まあ実質すごい欲しい選手とか回してギュッとしてミキサー要因にならない選手って言ったらもう千賀、菊池雄星、ペゲーロ、金子千尋、ロペス、ライアン、小川ぐらいなんですよね。そう考えると半分、まあでも半分の確率なら行くべきなのかな。まあちょっと難しいですねそこは。はい、まああと確定2回ありますけれども、ちょっとその辺は一旦考えたいと思います。はい、まあそんなところで、あとイベントがプドスピパーク来ましたね。バントチャレンジ版ですね今回は。はい、でスピードスターっていうのが出てるみたいなんですけども、こちら、はい、報酬の方から見ていきましょうか。覚醒5で見ていきましょうか。じゃあはい、こちら、日ハム中島拓也、ソフトバンク本田、ロッテ荻野、西武金子、楽天岡島、オリックス平野、オリックス西野、広島田中、巨人重信、 DeNA 梶谷、阪神上本、ヤクルト上田、中日大島というラインナップでございました。でまあ今回このスピードスター何がありがたいかっていうと、まあこの例えば純正作ってる人だったらもう絶対その選手取りに行くべきだと思うんですけれども、例えばこの大島選手とか、あと梶谷選手とかですよね。あと他で言ったら、まあ中島拓也選手とかになるのかな、まあ、本田選手も出てるか、まあ、その辺の A ランクを狙い打てるんですよこれで。はい、 A ランク自チーム契約書みたいなのがあると思うんで、それで A ランクを自分の好きな選手を引くことができればかなりね自分のチームの、まあ、普段使ってる S ランクに限界突破することももちろんできるので、まあ、その辺を考えるとかなりいいイベントなんじゃないかなと思います。もう僕は梶谷選手一択でひたすら取りに行きたいなと
思いますので、この梶谷かっこいいな。はい、まあ、そんな感じでスピードスターの覚醒選手が来ましたよっていうところでしたね。去年のラインナップ的にそんなのあったのかな。去年そんなの多分なかったと思うんだよな。覚醒去年がセレクションが来てからのちょっと遅いな。でセレクションとここですよね多分。フランチャイズ選手みたいな感じでした多分。去年番長が出たところに今回梶谷なのかな、おそらく。なのでまあ、ちょっとその枠が今年は来なかったという感じになりますかね。まあシリーズ2も覚醒選手はあるので、まあ、まだちょっと分かんないですけどね。あ、でも違うか。もう一回覚醒選手来てもおかしくないですね、このシリーズ1の間に。うん、まあちょっとその辺分かんないですけども。まあまあまあ、いいでしょう。はい。まあそんな感じで今回はとりあえずプロスピセレクション第2弾のね、ガチャを30連一気に回したという動画でございました。ぜひともね、このガチャ回したよって方はコメントでね、結果を教えていただけたら嬉しいです。まあちょっと僕もね、狙いの選手引き当てることができなかったんで悔しい思いはありますが、まあ多分60連目まだ行くんじゃないかな。はい、まあその動画がね楽しみだよって方はぜひともグッドボタンとチャンネル登録教えていただけたら嬉しいです。それではまた次回のプロスピースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。